プラスAをご覧の皆様、フラワードラムソングに出演いたします桜井玲香です。まあ、日本版ならではのオリジナリティが今回出せたらいいなと思います。ミュージカルってやっぱり曲がたくさんあって、とにかくこう派手なというか、なので舞台がちょっと苦手だなっていう方も、曲が多い分こう、ね、セリフだけでこうストーリーを追わなくていいっていうのが、ね、セリフが音に乗ってるだけでぐっと入り込みやすくなるなって私は感じるので、入りやすいと個人的には思います。私はあんまりルーティーンがないんですけど、とりあえず音楽はかけますね。あとはメイクをするのがすごい好きなので、なんかその日によって今日はちょっとここ足してみようかなとか、なんだかんだやってたら本番迎えちゃいますね。もう絶対的に肉ですね。本番やった日は絶対お肉が食べたくなりますね。なんだろうな、香りがすごい好きなので、香り物がなんですね。お香とかもすごい好きでよく炊くんですけど、ルームフレグランスっていう奥型じゃなくて、最近プラグに挿して挿した時だけ香るみたいなディフューザーがあって、それをその時々で使って香りをいろいろ楽しむのがプラスアルファです。きっとすごくストーリーも楽曲も素敵な作品だと思うので、皆さんぜひ劇場でお待ちしてます。